にちは。 IAS インターネットアナウンサースクール講師の大竹です。今日はナレーションということで、ナレーションは出だしの違いが分からなければなかなか原稿読みはうまくいかないということでお話ししていこうと思います。まあ、アナウンサーとか声優さん、それからナレーターになりたい人っていうのは結構いますよね。それから声の副業をやってみたいなっていうね、そういう人もいるかもしれませんね。今回は前半戦はですね、理論的なことですね、まあ、あの声のトーンがどうなのかとか、あとは、字面を追っていないか、まあ、まだまだ物他にもたくさんあるんですけれども、そのテクニック的なところですね、こういったところもお話ししていこうと思います。で、後半戦ですけれども、後半戦に関してはちょっと短い文を用意しました。で、この短い文だけでもですね、明るく読んだり暗く聞こえたり、まあ、そういうのがありますので、具体的に、ああそっか、こういうもんなんだっていうのを分かっていただこうと思います。で、まあ、その後ちょっと私のアナウンサーの経験談なんかも含めてお話ししていこうと思っています。このチャンネルは、まあ、あの声に興味のある人ですね、話し方に興味のある人、そして将来的にはアナウンサーになりたい、声優になりたい、ね、ナレーターになりたい、まあ、そういう人、声に関する仕事に就きたいっていう人に向けて、お話ししてますので、ぜひ興味があればですね、チャンネル登録もね、しておいてください。まあ、あの最後まで見てよかったらチャンネル登録ポチッと押してもらえばいいと思います。じゃあ早速本題に入りたいと思いますけれども、ナレーションというのはまず基本的なところですけれども、あの字面を追ってしまうと全く相手に伝わらないですね。字面を追うってことは、まあ後でちょっと具体的にお話はしますけれども、そのまま文章の字をずっと追ってしまって喋るということなんですね。やっぱりその内容について分かりにくくなるというか、伝えられなくなるんですね。このあたりはしっかりと字面を追わないで中身を重視するということですね。これがとても大切なことなんですね。で、字面を追わないっていうことはどういうことかっていうと、まあ、内容的なところをじっくりと理解するっていうことなんですね。まずそれが第一です。それから文章に表情をつけるっていうことなんです。まあ、感情移入とも言いますけれども、あの字面を追ってるとどうしてもこう内容が全然分かってないで読んじゃうんですね。だからそれでなかなか相手に伝えられないんで、うまくいかないんですね。だからまずは確かにその字面を追うっていうことは練習の時は必要かもしれませんけれども、内容によってはですね、明るいナレーション、暗いナレーション、暗いっていうのも変ですけども、重いナレーションっていうのがありますよね。あの声のトーンと文章の関係っていうのがありまして、明るい内容、それから暗い内容、あるいは重い内容ですね、これによって声の出し方っていうのは変わってくるんですよ。で、明るい出し方っていうのはどちらかというと、少し自分の普段こうやって喋ってるトーンよりも少し高めですね。そうすると明るく聞こえます。ちょっと暗い内容とか重い内容っていうのは、今喋ってるこのトーンよりももうちょっと低く出るんですね。そういうことをやるだけで相手に伝わるか伝わらないかっていうのが分かってくるわけですね。それから明るい原稿っていうのは、後でもちょっと具体例でも話しますけれども、高いだけではなくて少し心持ちスピードを上げて喋ったりするんですよ。で、暗い原稿とか重い原稿っていうのは若干落ち着いた感じでゆっくりめに話すんですね。これ思いっきりゆっくり話すっていうわけじゃないんですけれども、ほんのちょっと遅く話す、これだけでも随分ですね、あ、ナレーションの内容っていうのはこういうもんなんだ、聞いてる人には伝わると思いますね。はい、じゃあそれではこの具体的にはですね、どういうふうにすれば明るいナレーションになるのか、暗いナレーションになるのか、この差をですね、ちょっとこの今短い文が出ますので、これでちょっと試してみたいと思います。字面を追うっていうのはどういうことなのかっていうと、読んでみますね。甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が、これはもう完全に字面を追ってるだけです。だから何言ってるんだかよくわからないと思うんですね。で、これにちょっと声の高低差つけてみます。まず明るく読む方ですね。
甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が、今の少し声を高めに読んだんです。じゃあ今度声を低く読んでみましょう。甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が、違い分かりましたか？あの、高いところから話すのと低いところから話すのでは、ずいぶんこの高いところと低いところっていうの差がありますよね。高いところから読み始めるとちょっとスピードを上げて読んだんですね。低いところから始めた時にはちょっとスピードをゆっくりめに読みました。で、これによって伝わる内容がだいたい決まってくる。例えばこれを見てください。この鈴木太郎氏が地元に戻って少年野球チームで指導しましたということですから、これはやっぱり最初のところではですね、明るいニュースですから、明るいナレーションですから、そうすると最初のうちは立てなきゃいけない、高く出なきゃいけないっていうことですね。じゃあ最後までここ今の読んでみましょう。甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が地元に戻り少年野球チームで指導しました。これだとやっぱり明るいニュースですから、明るく読むべきです。ちょっと暗いニュースはこの後続くのがこれです。昨日肺炎のため亡くなりました。78歳でした、ね、これをちょっと暗く今読んでみたいと思います。甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が昨日肺炎のため亡くなりました。78歳でした。まあ、こういうふうに読むわけですね。そうすると、あ、この方がすごい功績を持った方が亡くなったんだっていうことが伝わると思うんです。ところがこの高い出だしで亡くなったっていうナレーションをする、これはちょっとおかしいですよね。一回やってみましょう。甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が昨日肺炎のため亡くなりました。78歳でした。なんかこれだと亡くなったっていうのは嬉しいというか、そんな感じになっちゃいますよね。これ逆もあるんですね。暗く低いトーンで出てしまって明るい内容だったと。もう一回これもやってみましょう。甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が地元に戻り少年野球チームで指導しました。なんかやっぱりおかしいですよね。だからやっぱり内容に伴った喋り方、ね、内容に伴ったこの高さで出る、こういうことが大切ですね。それからやっぱりあの間を置いたりスピードを速めたり遅めたり、こういうことも大事になってくるわけですね。で、明るいニュースほどスピードっていうのはさっきも言いましたけど、少し早めに喋るんですね。だから甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が、こんな感じですよね。もうポン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 と楽しそうに、亡くなったっていうようなニュースの場合は、甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が、こういう感じですよね。あの、やっぱりこの甲子園で2度優勝しっていうところも、甲子園で2度優勝し、これだけでも随分違うわけですね。だからまず正しい読み方として明るい方から読んでみます。甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が地元に戻り少年野球チームで指導しました。やっぱり明るく聞こえますもんね。暗い方ですね。暗い方も読んでみましょう。甲子園で2度優勝し、その後プロ野球界で200勝を達成した鈴木太郎氏が昨日肺炎のため亡くなりました。78歳でした、ね、こういうふうに78歳でした。このあたりはすごくゆっくり読んでますよね。で、こうやって相手にきちんと亡くなったっていうのを伝えるっていうことです。ですから前半の文章っていうのはどっちだか分かんないわけですよ。明るいか暗いか、で、その後に分かるわけですよね。そうすると後だけ高く読んだり低く読んだりっていうのはおかしいんですね。それよく分かったと思うんですよ。文章の内容をしっかり掴んで、それで出だしの高さっていうのはどのあたりから出た方がいいのかっていうのは、これ何回もやっていけば分かってくると思います。とにかく明るいナレーション、
暗いナレーション、これ両方用意してそれで練習していくということですね。それからもう一つ、これ補足なんですけれども、例えばですね、今の最後の部分ですね、例えば明るいところね、地元に戻り少年野球チームで指導しました、それとか昨日肺炎のため亡くなりました、78歳でした、この語尾なんですよ。語尾がしっかりピシッと止まってるかどうか、これも随分変わると思います。地元に戻り少年野球チームで指導しました、ここが指導しました、昨日肺炎のため亡くなりました、78歳でした、なんとかですとかなんとかでしたの一番最後の語尾っていうのはしっかり止めるっていうことが、これナレーションのコツなんです。アナウンサーの経験で言うとですね、私の場合だけじゃないと思うんですけれども、完璧にできたなっていうねナレーションというのはもうないんですよ。毎回毎回ね、やり終わって OK が出た後でも、あそこはどうやって読んだ方が良かったのかなとかね、いろいろ悩んじゃったりするんですね。で、これ面白い話なんですけれども、ナレーションっていうのはその日のうちに仕上げないと大変なことになるんです。どういうことかっていうと、人間っていうのは毎日ですね、声のトーン違うんですよ。声色とか声の質とか言いますけれども、今日今これ撮りますよね。で、明日またこの続きを撮ろうとすると声の高さって全然違っちゃうんで、これ大変なんですよ。だから過去にね、2時間ぐらいのナレーションのね、ものがあったんですけれども、その時もですね、1日で終わんないんですよ。で、ディレクターがですね、今日はここまでにしといて明日続きやろうということで次の日やったんですけれども、やっぱりね、声の高さが全然変わっちゃってるんで、そうですね、30分から1時間ぐらい前の日の声をずっと聞いて、その高さに合わせてようやく決まって、それで後半戦やったっていうことをね、覚えてますけれども、あれだけ時間かけるんだったら、ね、昨日のはやめて、で今日だけでね、ザーッと撮っちゃった方がいいんじゃないか、そういうふうに思ったぐらいです。それから録音ですんでね、ほとんどがね、だから OK が出るまでもエンドレスです。生放送じゃないんで、録音っていうのはもうじっくりと伝えていくっていうのがメインになりますね。で、録音はイコールナレーションですから、このナレーションをやって、それから相手に伝えていくっていうのがとても大事なことなんですね。ただですね、CM のナレーションっていうのはもう時間が決まってますから、だからその中に収めなきゃいけないということですね。で、よくアナウンサーは時間通りにはピッチリいくと、だけど感情を入れるとなかなかうまくいかない、で逆に声優は時間通りにはうまくいかないんだけれども、感情はもう抜群、そういうふうに言われます。で、ナレーターはどうかっていうと両方なんですよ。ある程度感情も入れられる、で、ある程度時間もきちんとできるっていうのがナレーターの仕事なんですね。例えばトランプ大統領が昨日こう言いました、お前たちもうクビだ、こういうのを、ナレーターっていうのはしっかりとやらなきゃいけない。トランプ大統領がこう言いました、お前たちクビだ、これだとなかなか伝わらないですよね。で、声優さんが言うと、トランプ大統領がこう言った、お前たちクビだ、こんな感じになるわけですね、だからとてもね、この感情移入っていうのが、まあ、下手とは言いませんけれども、アナウンサーはどっちかっていうと、時間を重視する、で、声優はどっちかっていうと感情を意識して、それで感情移入するってことなんですね。で、ナレーターっていうのはさっきも言いましたけれども、トランプ大統領がこう言った、お前たちクビだ、今のは前半戦はアナウンサー、後半戦は声優、そんな感じですよね。仕事によっても随分違うと思うんですけれども、ナレーターになるっていうのはどっちかというと時間の意識も必要、それから感情移入っていうのも必要だということを覚えておいてください。ナレーションをやるっていうことは、まず内容を理解しなきゃダメですよね。
それから内容によって声の高さが違ってきます。スピードも違います。それから間の開け方も違いますよね。でこういったところと、あと最後のその語尾ですね、なんとかでしたとか、なんとかします、ね、こういったところをピシッとやることがナレーションのコツと言えるんじゃないかと思います。このチャンネルは、まあ、あの声に興味のある方、それから将来的に声を仕事にしていこうという方々向けの動画です。まあ、この他にもたくさんありますよ。発声練習もそうですしね、それから滑舌なんていうのもありますから、これはまた別の動画で、発信してますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。まあ、興味があったらですね、この下のチャンネル登録のボタンを押していただきたいと思います。それからわからないことがあったらコメント欄にお書きください。できるだけお答えするようにしています。さあ、今日はナレーションについてですけども、いかがでしたかね。声の高さしっかり覚えてくださいね。それでは今日はこの辺で失礼します。